一か八か突っ込むしかないっす。はあ、ちちち、怪我はしとらんか娘っ子。老師、なんでここにいるっすか。ん、お前さんと一緒じゃよ。甘津竹を取りにな。前に一遍食ったことがあるが、あの味が忘れられんでの。そうだったっすか。何にせよ助かったっす、老師。おーい、大丈夫かよ。ファラさん、おお、団長たちもキノコ取りに来たっすか。いや、ファラが一人で山に入ったって聞いてよ、慌てて追いかけてきたっつうか。たくよ、オイラたちにも一言言えってんだよな。へへ、この山で採れる甘津竹を先輩に食べさせてあげたいって思ったら、つい。甘津竹？何ですかそれ。ん？お前さんたち、甘津竹を知らんのか。神の落とし物、甘津竹ですか。うん、群生せんで一本だけポツンと生えとることからそう呼ばれとる。その味と香りは絶品って評判っす。それ聞いたらつい体が動いて。たく、だったらふもとの村で買ったっていいじゃねえか。いやー、ふもとの村で売ってるのはいい値段する上に去年採れた干しキノコばっかりだったっすから。つってもよ、山の案内にもつけねえで危ねえことしやがるぜ、まったく。そうです、この時期の山は危ないキノコが出るって村の人も言ってました。はははあたしてっきり毒キノコでも生えてんのかと思って軽く考えてたっす。ありゃ見たとこ厄介そうな魔物だったな。今年は特にあれが多いって話だし、キノコ取るのもいいけどよ、一旦村に戻って案内人雇った方がいいんじゃねえか。キッチッチ、それには及ばんぞ。この山のことならわしがよく知っとる。老師、さっきもそんなこと言ってたっすね。ここに来たことあるっすか。若い頃にこの山でいろいろやっとったことがあってな。しかし娘っ子、お前さん、甘津竹の取れそうな場所を誰かに聞いたんか。え、いや、なんとなくキノコの生えそうな場所を探してたらここに。キッチッチッチ、見どころあるわい。さっきの化け物、頭中火葬が出るところには甘津竹がよく生える。頭中火葬、あの気味の悪いキノコっすよね。あれ何なんすか老師。ありゃの、山の生き物に生える、言ってみりゃ寄生キノコじゃ。さっきまで天敵と戦っとった虫が災いに見舞われて草となる、そんな話がこの辺には伝わっとってな。それって私たちこの山にいたら危ないっていうことですか。キッチッチッチ、心配するな。人にはそうそう生えんからの。ま、
あれも悪いばかりのもんでもないんじゃよ。余すだけの豊作を告げる使者みたいな一面もある。どっちも同じキノコだけあって、好む気候やら何やらは似たようなもんじゃからの。今年は花草の数が多いっちゅう話じゃから、きっと甘つたけもたくさん取れるぞ。気楽に言ってるけどよ、なんかやべんじゃねえのか、あんなのがいっぱい出るって言うと。確かに花草どもはちーと厄介じゃが、お前さんたちがいりゃ大丈夫じゃろ。キヒヒヒッチュッチュッチュ。それじゃ行くぞお前さんたち、今夜の夕飯は甘つたけ尽くしじゃ。ちょっと山に入る気？この時期の山は危ないわよ。ああ、あれだろ、マイコニドみてえなのが出るっていう。知ってるの？この時期は冬虫夏草が出るから村の人は絶対に立ち入らないのよ。甘つたけを取るならもう少し経って夏草が出なくなってから。そんなに長くいねえからな。それに魔物なんざ俺様たちの敵じゃねえな。足りねえだろ。で、山の案内人ってのはどこで見つかんだい？それなら私もできるわ。でも本当におすすめしないわよ。それにちょっと根が張るの。うん、いくらよ、行ってみな。そうね、この時期で半日案内すると。それはちょっと、ふっかけすぎだろうよ。私も困ってるのよ。最近、案内人の資格を持ってる人に税金がかけられるようになってね。悪いけど、誰に頼んでも額は一緒よ。本当は私も安く案内してあげたいんだけど。仕方ねえな。ま、あれが見つかりゃ十分元が取れるって話だろ。いいじゃねえか。なあおばちゃん、山の案内できんなら頼む。なんなら報酬に色つけるぜ。仕方ないわ。勝手に山に入られて帰ってこなくなっても嫌だもの。悪いな、魔物は俺らが責任持つからよ。それに金だったらいくらでも出すぜ。危なくなったら帰るってことだけ約束してね。仮装に襲われると危ないのよ、本当に。俺はかつて剣聖の卵と呼ばれた男、心配いらねえよ。まあ頼もしい。それじゃいざという時はお願いね、剣聖さん。でも本当に悪いわね、私も安く案内してあげたいのに。計画通り。それで私たちはどこに向かってるっすか？まあとにもかくにもまずは準備じゃ。準備？キノコ狩りのですか？いかにも。甘つたけはちーっと取るのが大変でな。ん？そうっすか？私が見つけた時はなんか普通に埋まってたっすけど。チッ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 チ。まあまあついてくれ、そのうちわかるわい。このじいちゃん相変わらず考えてることが読めねえな。
ここがいいかの。ほれほれ、お前さんと娘っ子、じーっとこの木の下に来い。トカゲとそっちの娘っ子は向こうじゃ。ん？なんかあるっすか？始めるかのう。キッチッチッチ、ほれ行くぞ。頭上注意じゃ娘っ子。この鋼ぐりは当たればちっと痛いぞ。ほれほれ。な、ロー氏、ちょっと待つっす。おいー、じいちゃんいきなり何してんだよ。ん？何って修行じゃが。道中であの仮装どもにやられてもつまらんじゃろ。ちょっと老子、あのキノコとこれと何の関係があるっすか。何、じきにわかる。ほれほれ、そろそろ剣を抜け。胃がを切らんと頭に刺さっちまうぞ。あ、相変わらずとんでもないことしやがるっす。でも老子ははっきり言わないだけで、やらせることには大体意味があるっす。ここはやってみるっきゃないっすね。行くっすよ団長。ここに俺の全空制服の鍵が。へへ、これがうまくいけ一生遊び放題だ。ところであんたたち、何しに山に入るんだい。おいお前ら、あれを狙ってるってことはバラすな。島の連中に知られたらめんどくせえ。わかってるよ。何しに来たって。そりゃ仲良し三人組でキノコ狩りよ。うめえって評判だろ。ふーん、甘つたけなら村で売ってるけど、買うんじゃダメなのかい。やっはっは、干しキノコが一本30,000ルピーはちょっとな。でもあんたたち、お金には困ってなさそうじゃないか。そうもいかねえのよ。おしゃれに金かけて年頃なの。お金のあてならいくらでもありそうだけど、腕も立ちそうだし男前だし。え？村の娘たちもほっとかないだろうね。あんたたちがちょっと口説けば甘つたけなんて食べ放題じゃないか。さあもういかねえのや。なんたって俺らが狙ってんのは山の主だからな。山の主様を？なんてこと。おいてめえ、乗せられて吐くなよ、殺すぞ。このおばちゃんがやり手なんだよ。やべえな、知られたからには生かしちゃ。山の主様をね、ありゃ幻だよ。本当に見られると思ってるのかい。え？そりゃ一体。確かに見たって人もいるらしいけど、噂で聞く限りじゃ一人だけだよ。それも何十年も前の話さ。そうかい。それじゃ甘つたけを集めがてら
主様を探そうか。主様をね。思いっきりバカにしやがって。今に見てろよ。それで主様見つけたらどうするんだい。すごい額の報奨金は山分けかい。ん、そりゃなあ。おめえ向け、ま、見つけた時にわかるだろうぜ。やれやれ、何企んでやるんだか。決まってんだろう。てめえらを消して俺が独り占めだ。はいはい、危なくない道を行くからね。外れちゃダメよ。確かに、なんか身についた気がしないでも。って老子、なんで栗拾ってんすか。ん、せっかく剥いたもんを放っておくのはもったいないじゃろう。おいおい、じいちゃん、まさか栗が欲しくて切らせてたんじゃ。ちちちちさあのう、ほれ、次行くぞ。あれ、今何か聞こえませんでした。うん、猫かなんかじゃろう。あれ、さっさとついてこい。ふう、出やがった。あの魔物っす、木の下でドタバタしてるの聞いて集まってきたみたいっす。それじゃ相手になろうかの。お前さん方も今の修行の成果見せてみ。精霊のご加護に感謝します。抜けねえ。いきなり上からトゲが降ってきやがった。あらら、ハガネグリの胃がね。崖っぷちによく生えるのよ。崖下を歩くのは危ないわよ。ああ、あの木か。確かに立派なのがありやがるが、てめえら気抜いてんじゃねえよ。主にやられたら怪我じゃ済まねえんだぞ。気づいてたんなら教えろよ、クソが。へへ、悪いな。とっさのことだったもんだよ。まあ、大したことなくて何よりだ。あ？珍しいじゃねえか、人の心配するなんざ。おいおい、チームだろ、チーム。少なくともこの山ではよ。お、おう、てめえ、また何か企んでやがんじゃ。さあな、なんかあった時に盾が減ったら困るんだよな。老子の